レッツリライフ、どうもはるきです。本日は1月24日の23時46分です。明日ワールドホビーフェアっていうね、おもちゃのイベントがあるんですけど、それに行くためにホテルにね、前日から泊まってるんですよ。で、まあそういうのもあって今週ちょっとね、スケジュールが詰まりすぎてて、編集が追いつかないというか、撮影もできてない状態なんで、今日は俺と一緒に夜食を食べる動画です。瀬戸さんがね、4年前と2年前かなにやってた感じの動画だと思ってもらえたら早いです。俺がコンビニで買ってきた夜食を紹介して、それをただ淡々と食べるというね、いわば飯テロ動画でございます。冷めちゃうから早く食べよう。というわけで今回は俺が選んできた夜食を紹介しつつ食べていく動画です。自由にやっていこう。で、まず買ってきたものを紹介します。セブンイレブンです。まずこちら、豚骨ラーメンご飯半熟に卵マヨネーズ入り。これが一番うまい、おにぎりの中で絶対にそう。これは、そしてこちら、大盛りご飯俺たちの炭火焼きカルビ牛丼、牛弁当です。これがセブンで一番うまい。そしてお茶は絶対爽健美茶、異論は認めない。デザートでチョコもちたい焼きと、お菓子部門で片揚げポテトの梅味。こいつらを食していきます。まずおにぎりからいこうかな。おにぎりいただきます。今日何も食べてないんですよ、お腹すいた。うまっ、うますぎる。うまいよ。何点100点。うますぎるね、みんな。うまそう、うまそう。めちゃめちゃうまいよ。え、そっけど。食ったことある？はい。これ食ったことない人、人外ですからね。人外だから。これ食ったら、人権もらえる。すごっ。うめぇ、これうめぇ。うまぁ、うめぇ。でも毎日これ食ってるもん、最近。うますぎるなぁ、うますぎ。ちょっと嘘くさいよね、そこまで言うと。と思うじゃん。思う。嘘じゃないんですね。爽健美茶、爽健美茶です。爽健美茶だ。今日の大本命ですよ、こちら。大盛りご飯俺たちの炭火焼き牛カルビ弁当。俺たちの今絶対に飯テロだな。よし、いきますよ。じゃーん。やばい、これ最後の晩餐でいいもん。いただきます、シュルーム。怖っ、怖っ。そんなことあるんですか。止まっちゃってるもんな。マジで幸せだ今日は。普段食わないたくあんも美味しく感じてきたもんな。いい日だったな今日。ライブ最高だったしよ。米もうめえし、肉もうめえし、爽健美茶もうめえし、ホテルにいるし、無限にうまい。無限に、うん、無限にうまい、うん。どういう状況。このさ、白米とさ、肉とタレのハーモニーが見えるのよね。怖い怖い怖い。モーツァルト。このお腹を空かせてこの時間にセブンイレブンでこの牛カルビ弁当を食ったらモーツァルトになれるか。瀬戸さんの夜食食う動画さ、250万再生されてんの。なんでって思うじゃん、うん、俺ね20回見てる。怖い。本当に見ちゃうのよ。俺もそんなね、同じ人が何回も見てしまうような動画を作りたい。それ頑張んな。そう思って今撮ってる。
こういうことだったね。大体ご飯ってさ、一口目めちゃめちゃ美味しいじゃん。で、こう、終盤にかけてさ、美味しくなくなってくっていうか、その感動は減っていくわけじゃん。あのね、感動のレベル、落ちない。例えるなら、シルク・ド・ソレイユぐらい。見たことあんの？ない。静かに食べようね。でも、あんま喋りすぎてもさ、うるさいかなって思った。うん、タレが美味しいね。うん、やばい、お腹いっぱいなってきた。でもうまいよな、最後までうまみたっぷり。トッポ、やばい、終わっちゃう。皆さん知ってますか？この地球にいる限り永遠は存在しないんですよ。地球がいつか終わるように宇宙もいつか終わるし、それと同じように焼肉弁当はなくなるもんです。ラストアゲーム。すごいな。ごちそうさまでした。最後まで変わらないクオリティを保ち続けてくれたセブンイレブンさんに合唱。いや、俺マジでさ、麦茶の中、麦茶なのこれ。まあ、いや、コンビニのお茶の中でさ、爽健美茶が一番美味しいと思ったんだけど、うん、みんなはどう？爽健美茶嫌いな人結構いるよね。まぁ？いや、マジでお腹いっぱいだな。お腹いっぱいだけども、チョコ餅たい焼きいっちゃう？どうする？みんな。え、これも電子レンジなんだ。ほら、電子レンジで温めると、より美味しくいただけますだって。うわぁ、お腹いっぱいすぎてやばい。食べられない。でも食べたい。口は干してんだよ。口は干してるんだけどさ、胃が干してないのよ。どうしようかな。こういう時にどっちの言うこと聞こうかな。食べまーす。たい焼きです。俺たい焼き好きなんだけどさ、学校の最寄り駅にあるたい焼き屋さんが、あんこと黄色いあんこ、普通に芋あんじゃないなのかな、まあ、しかなくて、たい焼きって俺さ、カスタードクリームが一番美味しいと思ってんだけど、ないんだよね。どっちから行く派ですか皆さん。頭か、尻尾か、腹か。僕はね、特にないんですよね。感動は薄いな、これ。こういう感じね。うまいけどね。うん。でもこういうたい焼きシリーズはローソンに売ってる白いやつが一番美味しいと思う。お腹いっぱいすぎ。いっぱいおっぱいだな。ごちそうさまでした。ポテチいる？いらん。なあ。せっかく買ったのに食べないならあれかなと思うんで、ちょっとだけ食べて終わりたいと思います。おお、梅だね、やっぱ。俺梅好きなんですよね、梅味のやつも梅本体も。いただきます。うん、というわけで FL の飯テロでございました。皆さんもね、今お腹が空いたならコンビニに走って好きなものを買って食べましょう。おならがです、おならが。耐えろ、押し込め、おならを。よし。というわけで、ちょっと緩めの動画でしたけれども、見てくれてありがとうございます。動画いいねと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。